皆様こんばんは。早速ですが、バニッシュロというゲームをご存知でしょうか。何もない土地で住民がそこで生活を始めるための衣食住をプレイヤーが整えながら街を発展させていく街づくりゲームです。舞台は中世ヨーロッパ風のシムシティって感じでしょうか。バニッシュドの特徴としましては、いわゆる箱庭と呼ばれるサンドボックスゲームなのですが、住民を労働ロボットにしているようなゲームではなく、住民の生活に重点を置いた奥が深いシミュレーションゲームだと私は感じます。さて早速ですが、積みましたね。歩けるところがないもん。歩けるところないもん。ないよね。歩けるところないんですけど、とりあえずマップ見てみるけど、トンネル掘れるかな。このトンネル掘れるか掘れないかの判定、いまだに基準わからん。ここは掘れる、あ、掘れない、いや掘れる。なんやこれ、いつも ここは掘れる。石材52個か。家で8個。資材足りないかな。ワンちゃん、いけそうちゃいけそうか。極論、家が一つあれば凍え死ぬことはないし。資材、ギリ、足りそうな気がする。メニューとか出すの忘れてた。石材を早めに集めてもらってスタート。うまくいくかな。大工を増やして、
タラバって最初こうやってできたんかな。トンネル行けそう。石材ないって出た。間に合うかな。大工一人減らして。いや微妙か。足りそう。足りた。来た来た来た。開通。とりあえずセーブして今日はここまで。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。よかったらいいねやチャンネル登録をお願いいたします。コメントもいただけるとめっちゃ嬉しいです。